妖精の施設らしき人はいた。一人はキリ。いや、ホリジンを除いて。つまり襲撃者と風霊は妖精の施設。最悪の事態、人質がいるとなると看守たちも手が出せない。どうにかして施設を助けて、ここを出て外部に情報を送らないと。少しでも希望がある。ところで、カンガは何か見つけたの？カン。もう。お姉ちゃんだ。お姉ちゃんの魂は今も頑張ってる。まだ因果殿に戻ってないんだ。このタイミングでお姉ちゃんの死が私たちを情報の面で優位に立たせてくれた。どれどれ。症状はそんなにひどくないみたい。これを修復すればお姉ちゃんは仮初めの体を手に入れられる。私戻ってきました。おかえりなさい、お姉ちゃん。こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。喜び、嬉し泣き。お姉ちゃんがいろんな姿で戻ってくるのにはもう慣れてるもん。今はわわわ冗談を言っている場合ではあります。この体は私のすべてには、耐えられ、ません。お姉ちゃん、死んだ後に何を見たか教えて。妖精の死者の一人は脱出した。もう一人は、族に拉致されて上へ逃げられたのか。ホリジン以外に、目に見えない侵入者がいる。目に見えない侵入者？それってどういう意味？はあ、一体どれだけの陰謀が絡み合ってるの？お姉ちゃん、お願い、力を貸して。襲撃者が優秀国の内外の通信を全部遮断したの。今、邪魔されずにここから脱出できる人じゃなくて鳥居はお姉ちゃんしかいない。だからどうか、どうかここの状況を外に伝えて。私、わかりました。カンは気をつけて。あなたは私とは違うのですから。カンガ、もう時間がない。これ以上もたついていたらホリジンが監獄から出てしまう。分かってる。もし途中で先に逃げたっていう妖精の使者を見つけられたら、風霊の脱出を阻止することが最優先かも。